ピンチョモルノピンチョモルノピンチョモルノは、スペイン料理を代表する、肉料理の一つ。ピンチョモルーノとも表記される。ピンチョは、串の意味で、直訳すれば、ムーアジンのケバブあるいは、モーロ風ピンチよという意味になる。香辛料でマリネした豚肉や鶏肉を串焼きにした、もの。数センチメートルに切った肉の角切りを準備する。下準備として、ニンニクやパセリ、カイエンヌ、パプリカ、 唐辛子などの香辛料を含むタレに肉をつけておく。漬け込んだ肉を20から25センチメートルの金属製、または木製の串に刺してオリーブオイルをつけて鉄板や大型のフライパンで焼く。塩とクミンを振りかけて味付けする。店ではビールなどのアルコール類と一緒に野菜やフライドポテト、パンと共に平皿に盛り付けられることが多い。スーパーマーケットや 生肉店では薬膳段階の串の形で売られることが多い。ムーア人のケバブとあるようにイスラムの影響を受けた料理と考えられ、北西アフリカに近いアンダルシア州など南部でよく食べられる。また、牛肉でも類似のものができ、北、アフリカやトルコ、新疆などでも似た伝統料理が存在する。ありがとうございます。